どういう感じなんですかね。ここ自体は今週、来週朝一サミット、うん、朝一サミットは会場違いますよね。あっちちょうどこのビルでしょ。あのビル、うん、はい、だからここはここでやるわけ。あのビルの中で朝一サミットだけど、うん、外軒下、うん、上がな天井があるから、はい、だから雨も大丈夫ある。あ、でもここはここで、ここはここです。これがで、ね、最終回。まのいち来週で最後だっていうことで、うん、はい、皆さんにコメントを取ったんですけど。あ、そうなんですか。もうとっても残念ですよ ね。急に決まっちゃった感じなんで、なんかどうしましょうみたいな。でも楽しかったですけど、はい、人脈も広がったし、ちょっとはいいかな。こういうの本当出店初めてだったんで。あ、そうなんですか。外でやることはないので、私たちが組合とかではなんかこうお蕎麦売ったりするんですけど、はい、みんな合同でやるしかないので、個人的に出したのは本当に初めて。残念ですけど。でお蕎麦とか売るようになって、本当は物販だけで、はい、お蕎麦の何、蕎麦茶とか、はい、蕎麦カリッととか、あとは、はい、生蕎麦とかだけにしようと思ったんですけど、はい、ちょっと売ってって言われたので、ちょっとあったかいうどんとおそばを始めて、はい、あっという間にここがなくなっちゃうので、寂しいですよね。お客さんも結構、そうですよね。寂しがってらっしゃいます。みんなもこう慣れてきた感じだったので、5月から始めたので、まあ半年くらいです。そうですよね。でも他のところでもまだイベントがあるみたいなので、はい、ぜひ。はい、とりあえずは来週、そうそう、来週お蕎麦を食べに、そうそうそう、はい、お願いします、はい、すいません、いえ、ありがとうございました。おはようございます。芋食べない、食べたいです。いや、芋食べたいって。ひのこさん、ですね、浜の市が来週で最終回だっていう、はい、聞いたんですけど、はい、今の心境、心境なんかないよ、成り行きだからしょうがないじゃん。なんか、はい、みんな寂しがってる声とかって、まあ、あるよ、お客さんさっきも言ってたよ。うん、だからそれはそれでしょうがないじゃん、成り行きだもん。だから難しく考えてもしょうがない、なったもんはなった、はい、ね、難しく考えることないじゃん。うん、私はいろんなところでほらお呼ばれしてるから。しょうがございませんよ、この大人ですね。なんでこのおじさんはおじさんで、またいろんなところで言われてるから、うん、いいじゃないですか。ですか。あ、食べてる。お姉さんにやったのに、ほら、じゃあもう一個やって。いくら買ったんだもん。そうだよね。お芋、美味しいお芋もうすぐ食べれなくなっちゃうのかな。いや、よすぎはあれだからいいんで。あったかいお芋、どういたしまして。いただきました。試供品は小さいやつな。はい、試供品小さいやつ。あー、またこれは蜜芋ですか。蜜芋です。食べてみます、いただきます。遠慮なく食べてください。すっごい、またホクホク、湯気が立ってるの見えるかな。鹿児島市から来たお芋。鹿児島から来た。あ、それより面白いな。あ、ね、インフルエンザ。インフルエンザ。インフルエンザ。あと坪倉さんにやった3年間。やめ。舐めてみな。あ、食べて。なになに、これは。新聞にも。だって。こののど飴を食べるとインフルエンザの予防になるんですか。はい、自然これもやってやる。これもだって。のど飴巻き。そしてこれは12月5日に公開講座が浜遊会館展示ギャラリー横須賀市で、はい、ぜひ来てください。10個でいいですか。ちょっと待って待って、大変大変。何これ、何これ、顔が出てきた。ああ、なんか気も可愛い感じの、なんだろうね、これだけど、よく先週からなんですか。あ、そうなんですか。へえ、うん、この辺りのお客さんはいかがですか、はい、お客さんの反応は。あん
んまり人が来てないんですよ、ね。今日は寒いしね。先週今週と出てるんですけど、ちょっと人がそんなにいないんで、うん、あれなんですけども。来週こそはっていう。そうですね。来週が私あのまずベイクウォーターに出すのと、はい、あとそこの神奈川サミットの。出すのとあるんで、朝一サミット、そうですそうです。あ、じゃあ向こうの、そうそうなんですね。来週は神奈川朝一サミットですね。これでも本当可能性ね。ADSL で。なんだよ。なんだよ。総口商店街にできる浜の市のお店、そうよ、50インチのモニターを黒倉さん持ってあるうちにあるの、これを持ってこいって、持ってこいって。